皆さん、こんにちは。真岡市議会議員の佐藤和夫です。先日の国会解散する前にですね、統一地方選挙、来年の4月の選挙でありますが、日程が決定しております。4月の19日告示、そして26日が投票日ということになります。私自身は今回5回目の衆院選挑戦、チャレンジをさせていただきたいと思います。今までも多くの市民の方にいろいろなご意見、ご要望を受けてまいりましたが、そういうことも踏まえて、これからも議場に立ちまして、真岡市民皆様の声を代弁していきたいなと思っております。まだまだやり残したこともたくさんありますので、ご懸命もしっかり頑張りたいと思いますので、ご支援のほどよろしくお願いします。頑張ります。